はい、じゃあ質問ある人。はい。はい、太郎さん、はい、なんで YouTube を始めたんですか？まずそこからですね、はい。まあ、そこから YouTube を始めたきっかけは、もともと厚木市役所って実業団で、実業団って分かるから、分かんないか、その、まあ、なんて言ったら早いんですかね、実業団といったら。あの、会社でやってるチーム、会社でやってるチーム、会社の名前を背負って、まあ、戦うみたいな、全国でやったりとかっていうチームに所属してたんですけど、まあ、ある時ちょっと試合に勝てなくなって、仕事も辞めようかなって時に、自分で仕事を何かできることないかなって、で探したのが YouTube だったのかな、最初。で YouTube 以外にもいろいろ、まあ、あのネット関係のとかいろいろやったんですが、まあ、たまたま自分のやってきたソフトテニスがみんなに見てもらえて、 YouTube っていう媒体が伸びてって感じかな。それがきっかけです、最初。はいはい、質問がありますか？はい、どうぞ。 YouTuber 以外の職業というのは、俺がやってる仕事、俺は今 YouTube だけかな。 YouTube、まあ、意外と、まあ、YouTube って一つに言っても、例えばこういうイベントに行ったり、まあメーカーさんからお仕事いただいて、例えばこういうラケットを紹介したりとかっていう感じかな。まあ主に収入源は3つあって、 YouTube の動画の再生回数、企業案件って言われる、まあこういう、こういう紹介、こういうのあります、紹介、プロモーション、で3つ目がこういうイベント、こういうふうにいろいろ行ったりっていう、この3つが僕の収入源で生活してます。はい、ちょっと興味深いですよね、これあんまりない職業なんで、はい、そんな感じです。はい、じゃあソフトテニスを始めたきっかけは？ソフトテニス、はい、これもう2人、そうそう、はい、2人お願いします。あ、自分の方は、もう30数年ソフトテニスやってるんですけど、両親もやっていて、兄もやっていて、2人兄弟なんですけど、なので動機はありません。動機はない。あのやり始めたきっかけみたいなのはもう気がついたら、さっきあのね、あの、試合やってた小野くんって大学の同級生、綾太郎さんの同級生がして、子供ついてましたけど、あんな感じでこうお父さんやってるからこうついていくみたいな感じで、コートに気がついたらいたので、気がついたらラケット振ってたみたいなことで、動機はないです。でもなんか、あの、勝ちたいなと思ったのは、こう小学校 1,2 年生ぐらいで、2つの上の兄がいるんでね、でその兄にいつも負けるから、どうしてもその兄に勝ちたいと思ってずっとやってたっていうのは、うん、その辺ぐらいから真剣に始めたかなっていう感じです。はい、自分はですね、あの小学生の頃めちゃくちゃ太ってたの、本当にもう走るともうボインボインって言えるみたいな走る、ただそんぐらい太ってて、でその頃テニスの王子様っていう漫画、わかるかな？はい、わかります。わかる。テニスの王子様って実は、俺が小学校5年生の時に漫画が発売されたの。その1巻目を見て、そう、今テニスしかないと思って、で行ったら近くの広場にやってるとこあるから行ったら、たまたまソフトテニスだったっていう。公式じゃない。公式をイメージして行ったんですよ。そしたら、あら、白いボール、白いボールあれっつって、練習用なのかなっていや、その本当公式のボールを想像してたんで、で行ったらそのまま入っちゃいました、そこに。ずっと黄色いボールいつ出てくるんだずっと練習球なのかなと思ったっていうのがきっかけですね。で、まあ、まあそこから、まあ勝ちたいというか、僕はもう楽しく小学生の頃はやってて、別に勝つ負けるっていうよりも単純に楽しくやってて、で中学校の最後ぐらいから負けて、改めてちょっと悔しさが出てきて、高校大学でも頑張ろうかなっていう思いましたね。はい、はい、ありがとうございます。なんか2人が、うん、強いなと思った選手は何ですか？誰ですか？いっぱいいるなすごいな強いなと思って、僕みんな強い、明日の朝までかかっちゃうから僕はでも言えますね。僕それこそ、まあ、神奈川県で例えば松口さん、松口、まあ、兄弟で有名だったの、本当にもうずっと見てて、で僕の先輩にもすごい人たちがいて、まあ、その人たちに憧れて、まあ、高校とかやってたんで、スーパースターだったんで本当にだって身近にこうやっていたのは良かったよね、この憧れの人が。そんな感じです。自分もそうですね、あの身近に高校の時とかに、いた人たち、全日本クラスの選手がいて、
あ、先輩でね、OB、やっぱり同じなんですけど、彼と同じなんですけど、OB で高校の先輩とかで、もうその当時、ナショナルチームとかやってた人たちが毎週練習来てくれて、でそういう時にこう憧れを持って、初めて全日本の人たちと、みんなと同じね、今日みたいな感じで、自分も触れて、でその時にこう、すごいこういう選手がいていいなと思って、それがきっかけで、強いなと思ったらそういう選手です。もちろんその後、競技やってる中でライバルって、柴田さんもそうだし、いっぱいライバルがいて、みんな強い中で、その中でも勝ちたいと思ってやったから、みんな強いなっていう感じなんだけど、一番最初に思ったのはそういう全日本の選手、それというのは高校生ぐらいです、中学生ぐらい、はい。これって環境にもよるので、正直、本当に恵ま、ある意味恵まれてますよね。そういう人らと接するっていうことがそもそも難しいことなんで、僕は逆にそういう選手に会ったことがなくて、それこそソフトテニスマガジンって今あると思うんですけど、あればっかり見てて、で連続写真とかを見ながら肘がこうなってるなとかっていうのを見てたばっかりなんで、だそういうのはあるんですけども、まあ、講習会を通して言えることっていうのは、こういう講習会に来ていただけると、こういう方と一緒になれるっていうところっていうのはすごいアドバンテージだと思うんですよね。そういうつながりっていうのは次にまたつながっていくと思うので、いろんなところでいろんなイベントってあると思うんですけども、できるだけですね参加していただいて身近になっていただけると。でもこんなに話せる機会ないと思います確かにむちゃくちゃこんなに話せる機会ないと思いますので、行かせてもらいたいと思います。あゆ太郎チャンネルをこれ知ってたら見るときちょっと面白いよポイント言っていいですか。おお、これは大事、知りたいでしょ、これ大事です。まず僕の動画ってまあ、編集に時間がかかるやつとかかんないやつがあります、はい、それがまず一つ目のポイントなんですけど、編集、例えばこういう旅動画は時間がかかる、だから重い動画っていうんだけどは3日間ぐらい作るのね、3日間かけて、まあ、下手したら1週間ぐらい、その間にランダと動画とかこういうラケット紹介とかを出すんだけど、みんなが飽きないように、まあ、最初に見どころを持ってきて、実は3秒とかに1回絵代わりをしよう、変えてるので、ね、例えば顔がアップしたりとか文字が入ったりとかポンとか BGM が入ったりとか、あゆ太郎チャンネルっていう間にアイキャッチっていうんだけど、あれがだいたい 3,4 秒に1回入れれるようにはしてるので、だそこをちょっとポイントとして見ると、あ、いろいろ工夫してやってるなっていうのを分かっていただければ上から目線あゆも頑張ってるなって見てもらうようにやってんなって思ってくれたらありがたいですね。なるほど、そうだ、こうした方がいいんじゃないっていうアドバイスがあったら教えて、あ、ぜひぜひ、もう視聴者目線から、はい、でもテレビとかもそうなんで、実はテレビとかもずっと見てると MV とか PV とか 3,4 秒に1回横からとか、ニュース番組とかもそうだけど、こう正面からの絵ってずっとないんだよ、横から来たり縦から来たりアップしたり文字が入ったりするから、まあ映像関係とかね行くか分かんないけど、まあ編集の勉強とかね結構今後役立ってくると思うから、どっかで多分関わるったりすると思うから、まあそういうのもちょっと意識してみてもいいのかなって思います。はいはいはい。なんでそのアイキャッチを 3,4 秒に1回入れるんですか。あ、まあアイキャッチというか、まあ絵代わりっていうのは人の目を慣れさせないというか、やっぱずっと同じものって人って見れないんですよね。もうだから次行こうとか飽きちゃう集中力を持ったね。だから新鮮さを与えるためにアップしたり、喋り方とかもそういうの、喋り方とかも人それぞれですけど、まあ指導動画とかだと、まあポイントは3つとかあえてにしてますね。2つか3つにして分かりやすいように、こうバーって喋っても多分みんな分かんないから、1つ目何々、2つ目、何々、3つ目、何々みたいな感じで最初に言って、じゃあ1つ目のことはで、もう10分ぐらいにまとめるっていう感じですね。30分の動画はね、あんまねないかな見れるみんなちゃっちゃってずっとやってるもんね、見ながらね、なんか飛ばしていってるじゃないですか。まあ、ショート動画の方が多い。そう、今ね、ショートの方がね、見られてて、TikTok とか、あれ、長いやつよりもそう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 、だから今ね、こう片手で見れるから、どん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 。前までお母さんたち、ググルとか言ってませんでした。ググルから YouTube で調べる、つべるってなったんですよ、言葉が。で、今つべるも
ちょっと古くて今 TikTok って言うんですよ。ほんとそうです。 TikTok で検索する時代になって TikTok TikTok ググるんじゃなくて TikTok TikTok でお店とか検索して、だから Google とかで調べるよりインスタで調べるとか場所とか、でもそうだね、どこどこ美味しいお店でインスタで調べるとバンってもう店出てきて、そこ押せばマップがもう開くんで、まあそういう時代になってきて早いです。だから前まで YouTube は横動画だったんですけど、今の子はもう片手これすらも面倒くさいんで片手で作業できるのが便利で TikTok とかショートが流行りだしたっていう、っていう感じの経緯があるらしいです。分かんないことがいっぱい分かんないことがいっぱいあるんですよね。あんまり聞けることないもん。 YouTuber はなんかね、上げてる人はいるかもしれないけど、なかなかそれ専門でやってるっていう人はなかなかいないと思うので、そういった貴重な話だと思うんですけど、あといいですか、なんか聞きたい、これ聞いておきたい。はい、一番下練習は何ですか。あ、一番下頑張った練習、僕はですね、高校の時一番やったのはクロスからストレートに打つ練習をすごいしましたね。やっぱ、まあ、難しいんですけど、そこを徹底的にやらされたっていうか、まあ、やった記憶は覚えてます、高校の時。まあ、あの税も声も共通して言えることだと思うんですけど、自分自身はまあ、練習もいろいろもう何を頑張ったってないぐらいいろんなの頑張ったんですけど、やっぱ一つの今日の的当てとかみたいに、まあ、一発目今日たまたまだったんです、もう最高だったんですけど、ああやってなんか、例えば練習でこだわるのはやっぱりああやってなんかどっかポイントを狙って、まあ、税だったら税でこっから出てくるボールをどの何歩でボール取れるかとか、何歩でスマッシュいけるかとか、そういうチャレンジをする練習、自分でだからとにかくトライする。だから、大体の人は枠の中に、公園だったら枠の中にボールを入れようっていう練習するんですけど、自分は例えば逆クロス打つんだったら、例えばここの A コートでやってたら A コートの端からフェンス狙って打つとか、アウトするとか、わざとアウトするバーンフェンス狙って、フェンス狙ってアウトしたとこから縮めてってラインで、だからわざとコートを外れて思い切って外して、むしろ自分の真横に打つぐらいから始めて、どんどんこう角度つけて、で最終的にライン狙っていく。そんなちょっと大げさにチャレンジしていくと自分のその感覚っていうのが研ぎ澄まされていくので、ね、1個狙って同じとこ狙ってつもりでもいかないでしょ、いかないから思い切って外してみて、で外して外して外してそこっていう幅の中にそこがあるっていう感覚を作るっていう、でそういう練習をよくやってます。だから税だったらやっぱ何歩でいけるかとかね、どこぐらいまで待っていけるかとか、そういうチャレンジする練習がいいんじゃないですかね。はい、それではですね、まあ、今日の質問というのは、ここで、時間もあるので終わろうと思いますので、この後また、まあ、サインであったり、また、写真であったり撮ってもらえたらかなと思います。思い出を残してもらって次また会う時は高いところでみんながまた会えるといいなぜひ、あゆ太郎チャンネルにこっちから出演お願いしますいいよ言えるように頑張ってください。それではお父さんお母さんも今日も本当にありがとうございました。ありがとうございました。で、もうここみんなソフトテニスが大好きで、これからもどん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 また頑張っていこうっていうふうに思ってますんで、私事で言うとやっぱり何人かのお父さんお母さん言ったんですけど、本当に届けたいところに情報を届けれないっていうのがすごく難しいなって思ってます。ここももっと知ったら来たいなって思ってくれてる人がいるんじゃないかなっていうふうに思いますので、いろんなところでつながって、はい、大きくなっていければいいな、頑張れるところが増えていったらいいなっていうふうに思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ただ何か一言ずつ、ああいいですか、はい、じゃあ最後にということで、はい、最後、まあ、お願いします。そうですね、僕も松木さんみたいな超トップ選手ではなかったんで、まあ、わりかし、まあ、凡人スタートっていうのもあったんで、まあ、なんていうんですかね、皆さんに言いたいのはもうどんどん恥をかいてください、いっぱい言ったけど恥をいっぱい、さっき恥をかかないで終わる人は何もないから、もう恥をいっぱいかいて、恥をいっぱいかいてかいてって、その中のどっかがねたまに当たるの、一発で。
俺も例えば全くらい優勝とかあるけど、時には本当地区大会のようなところで1回戦負けしたりとか。ただみんながこう勝ってるように見えるのは、いっぱい挑戦してるからたまたまその1個が光るっていう。なんでいっぱいみんなにはね、これから挑戦していっぱい恥を書いてもらいたいと思います。はい、ありがとうございました。今日の一日どうもありがとうございました。自分自身もソフトウェア好きで今でもこうやってて、で自分のところもみんなと同じように小中学生、またはあの上は年齢70を超える、年齢の方もスクールに来てソフトウェア楽しんでられます。なんでソフトウェアっていうのは長く続けられる競技なの でまたみんなはあのまだまだこれから伸びる様子がいっぱいあります。なので、何が一番大切かっていうと、自分自身が今日もずっとテーマとしてやってるのはやっぱ楽しむってことですね。で楽しみをどうやって見つけるかっていうのはこのコートそれぞれだと思います。で勝つことにこだわることも一つの楽しみで、一つのこうボールを打つことが楽しいと思うのもそれぞれの考え方なので、だやっぱどういうふうに自分がこのコートに意識を持ってくるかっていうことが大切なので、なのでやっぱコート以外のところでソフトウェアさん情報をね持って、なんかこんなことやろうと思って入っていくとその日が楽しいと思うので、でまたその課題を次の日に持ち越してね行くっていう、この楽しみが一番この競技はいいんじゃないかなというふうに思います。でまたあのダブルス競技っていうあのシングルス主体っていうかどちらかというとダブルスが主体の競技なので、そのペアとの掛け合いっていうのがこの競技の魅力です。なんでペアとうまくいかないとかね、なかなか、うまくいかないことは当たり前です。ペア他人なので、でそれをどううまく活かせるかっていうところがこの競技って魅力なので、そういうところを楽しんでねやってもらえたらいいかなというふうに思います。でまた何かあったら、自分もダイレクトメールとかもらえば何、か答えられるとか答えますので、ね、そういう、時間だけはちょっと答えるんですけど、時間あったら答えできる限り答えたりしますので、まあ、そういう、ね、機会設けてまたやっていきましょう。はい、今日はどうもありがとうございました。それでは、みんな起立してもらっていいですか。はい、挨拶をして終わりたいと思います。かっこいい、なんか島根がこっちがいいと思って、はい、ではお疲れ様でした。気をつけ、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。指導、企画、バラエティ、ソフトテニスの全てを詰め込んだ YouTuber あゆ太郎、その一球に込められた熱き思いは人々をテニスコートへ駆り立てた。